ンポン。ねえ、暑い。多分だけど、水辺のせいじゃない？そうですかね。もう突っ込まんぞ。なんで突っ込んでくれないの？お前の倒されたくらいじゃもう誰も驚かねえんだよ。なんで突っ込んでよ。なんでアイキャッチ挟んだのに状況何も変わってねえんだよ。何この惨状。私は着替えシリーズをまとめてみました。みんな前段発射やめろや。じゃあそろそろ夏服に着替えてきますね。あるんかい。ならはよ着替えてこい。あかりちゃん、なんや。もし覗いたら好きに変わっておしぼりよ。お手て拭くのかな。じゃじゃん。おう、ねえ見て見てこのお団子。わあかわいい。みたらし。おい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 、髪ベタベタになるやろ。でも常に団子がそばにある安心感は格別ですよ。それお前の安心感稼ぐためのものだったの。そういえばあかりちゃんも夏服ですね。おう、まあ暑いしな。いや、やっと涼しい格好できるって考えただけでちょっとは気持ちが。おい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 、貴様何してる。え、何って。いけばな。人の頭にいけんな。そもそも花じゃねえよ団子だよ。いけたん。イケメンの足みたいやな。おいおい、呼んだか。呼んでねえよ団子刺すぞ。ところであかりちゃん、抹茶はお好き。団子食う準備やめろ。ピンポン。私って女子力高いですよね。うん、妄想。あ、スマホか。この規制着信音なの。面白いでしょ。ドン引きだよ。ね、なんだって。いや、最近友達にゆかりちゃんって女子力高いよねって言われたんです。ほんまかいな。本当です。ゆかりちゃんにそんなこと言う人おらんやろ。むむ、じゃあ証拠を見せてあげます。ほらこの子です。猿じゃねえか。この子に肌ツルツルで羨ましいって言われたんですよ。そりゃ猿は毛生えてるからな。先生はお化粧もバッチリなんです。見たことないですが。むむ、じゃあ今からするからちょっと待っててください。それバッチリメイクの慣れの果てだったの。どう、この詐欺メイク並みの変わりっぷりは。どうあがいても浮世絵。あと女子に重要なのは香り。はあ、すれ違った時に香るプーンとした匂い。どうでもいいけど擬音間違ってない。それを可能にするのがこれだ。焼肉のタレ香水。香ばしいな、やめろや。この香水をシュシュッとかけて、この香りで寄ってくる男子を一網打尽。やだそんな腹ペコ男子。ふふふ、これで全世界の男子は私の虜。こんにちは、焼肉のタレ草。ピンポン。こんにちは、ゆかり先生です。この動画を見てくれている視聴者さんに笑顔を届けるべく日々動画編集に勤しんでおります。どうしたんや、突然まともに話し始めて。今日は空からブリでも降ってくるのかな。やだ、捕獲して大根と一緒に煮込みたいって。いやいや、私はいつも真摯に動画に取り組んでいますよ。はあ、そんなわけで本日はサムネ分析をしてみたいと思います。ほっほ、見て見て。今この頭いい人の記号として安易に装着したメガネがようやくその役割を果たしましたよ。いいから早やれ。私、過去動画のサムネイルを振り返りまして、反応の良かったサムネイルを3つピックアップしました。おう、ついなちゃん。はい、先生。過去反応の良かったサムネイルは、これだ。嘘でしょ？うん、ちょっと盛り方甘い感じ。盛るな盛るな。先生、多分塩が足りないです。ヒュー、ジュニアス。お前らこれ食べる気？てか、お前はなんでドン引きしてんだよ。こんなサムネ使ってない野郎が。はい、本当の結果はこっちです。そのテンションの急降下ぶりなんなの？ブリだけに。どうつまんねえな、お前。はい、人気あったサムネドーン。なんと全部あかりちゃんメインのものばかり。え、そうなんか？えへへ。やっぱり見てる人は見てるもんなんやな。このうちの可愛さを。あ、ちょっと今面白いヤギの鳴き声がうるさくて。なんでだよ。むむむむ、私ももっと目立ちたい。いいよもうやめてください。なんで敬語。はい、じゃあこれ以降の私が映ってるサムネのシャドウレインボーにする。目にうるせえからやめろ。